兄弟が多いのでちょっとなんか疲れるんですよ弟くんがいるんだよねいますいます二人いるんですけど私一番上で下に二人います弟くんが二人いるというのはですね僕もツイッター情報で知っておりますので弟のことばっかつぶやいてますね最近そうでしょうだってあれでしょうなんか夜寝る前に四十分ぐらい弟と踊ったって書いてある踊ってますよ何それ？ダイエットのダンスを踊ってますダイエットのダンスを踊ってんのどういうダンスを踊ってるんですかももを上げたりとかなんか伸ばしたりとか してます。<laughs> 上半身の動きが全然合ってない。<laughs> ももを上げるのと伸ばすのと上半身の動きが全然合ってない。<laughs> あとパンチとか。お<ー>こうやってめちゃくちゃ汗をかいて。40分って相当でしょだってそううそ弟くんいくつよ今、高三ですね。おーよく付き合ってくれるね、お姉ちゃんに。はい、ダースとか言われないの全然言われないです。えー、弟、私のこと大好きなんですよ。 伊藤美久ちゃんの弟だって、伊藤美久ちゃんのことブスって言うんで。ひどいでしょひどいです。殴ってやろうかと思ったら。怒られますよ、いろんな人に。本当に。いや、本当に。でもそれは好きなんだと思うんだよね、多分。で、自分の好きなお姉ちゃんが、なんか芸能みたいなことやって、なんか全然知らない人にチェアフされてるのが、こっぱずかしいような、なんか変な感じがね、多分あるんだと思うの。おそらく。うちの弟すごいオープンなので、全然その、なんかお姉ちゃんが異性で恥ずかしいみたいな、そういうのも全然なくて。 めちゃくちゃ仲良しですよ。そうか。はい。今悩んでること、弟に彼女ができそうなことが受け入れてそうなんですよあの、部屋が、私実家に、実家に住んでて、え、ちょ、真剣な悩みなんですよ、これ。本当に、令和一悩んでるんですよ。本当にそう。あの、悩んでて、あの、ま、あ部屋が隣なんですよ。実質が隣なので、で、よく、あの、高校生によくある、毎晩、毎晩、LINE で、 電話をするみたいな。あそういうのあるんだね。こう毎日同じ女の名前が聞こえてくるんですよ。<laughs> <laughs> 隣の部屋から。毎日違う女の名前より一い増しじゃん。百倍増しじゃんそうなんですけど、うん、いや信じられないですよ。しかも弟、うん、超絶格好つけたがりなので、うん、んだヒゲダンとか歌ってるんですよ電話しながら、もう <laughs> 信じられないと思って、お父さんらい,いのかわからないですよ。<laughs> 電話でヒゲダンを。ヒゲダン歌ってる。 <laughs> <laughs> ちょっと待って、ね、お父さんも聞いてらっしゃるご家族で見てらっしゃるじゃない下手したら <laughs> 大丈夫か信じられなくてあそれは恥ずかしいね恥ずかしいんですよだってそれさ家族がさ聞いてるっていうのを向こうは分かってると思うんですよ分かっててもやっちゃうのやっちゃうんだと思いますだから、うん、もう言ってるんですよ電話で歌を聴かせる男はダメだと、うん、もう散々言ってる <laughs> 言ってるんですけど <laughs> うわ知りたいな俺が俺が弟だったらお姉ちゃんに全世界的にそんなことを生放送でご報告されてると思うといやでもそれを毎晩やってるということは、うん、女の子の方も受け入れてるわけじゃないですかまあそうなんだろうな、ね、分かんないけどその女の子にはもうそのなん本人に見えてるじゃん重田は本人に見えてるじゃん <laughs> <laughs> うまいの弟,弟君は歌,歌うまいですよあそうなんだ、はい、じゃあもう武器だと思ってんだよ <laughs> 多分それで落としにいってると思うんですよ、うん、彼は。<laughs> いいもうそれがもう受け入れられないんですよ。俺ギター弾いて30年ぐらい経つけど、これで持ってたことなんか一回もないよ。<laughs> だからそれこそ今は、うん、お姉ちゃんのダイエットのダンスとかに付き合ってくれてますけど、もう彼女ができたら、いいうん、彼女が一番になるわけじゃないですか。でも、も信じられないですそれはさ、そのなんか彼女ができてない状態なのかどうかわかんないけど、その、その、<laughs> 君のダンディズムの向こう側にいる、その、<laughs> 弟ダンディズムの向こう側にいる子は、付き合ってもねえのに、毎晩ヒゲンを聞いてんのか。<laughs> それも 分かんないけどさでも、はい、もしかしたらもう付き合ってんのかもよ付き合ってもかかわらず、はい、お姉ちゃんのダンスには付き合ってくれるだとしたら確かにすごくバランスが取れてないか、はい、普通はさ思春期のそのなんて言うんだろうね階段の中ではい、はい、一人前になっていく中にど仲良ければいいほど家族仲が良ければいいほど一回こうパってこう離れる時期がないと。はいはい って思うんだと思うんだけどわかんないけどね。人によるから分かんないけども。はい、なんかそれをなんかうまい具合にどっちもちゃんとバランス取りながらってできるんだったら、それは素晴らしいのかもよ。 いやなんかこれは弁護側に立ってた嫌です嫌です女特有気持ちのやつだもん俺が論理で喋ってるのに女特有の気持ちのやつだ家に連れてきたらどうしようと思って引っ張りでやればいいじゃんマウント取りそうです私は弟が生まれた時から一緒にいるけどそうだよだから嫌なんだよ弟はだから嫌なんだよ嫌いにならないで嫌いにならないでいいですねでも弟に彼女ができるのやだ話 何人かの生産が聞きますもん。はい。はいうん、みんな出来合いしてらっしゃるんですね。多分出来合いというか弟は私の所有物なのに <laughs> っていう感じ。はい、弟は私の所有物なのに何なんか変な女連れてきてさみたいなことすっと言ってて、はい、はい、<laughs> なんかものすごい弟の彼女に対する攻撃が攻撃が <laughs> そう強いの全然受け入れてない感じ。いやもう連れてくるならもう超絶可愛い子を連れてきてくれたらまもうなとしお。まそれぐらい弟が好きなんだもんね。はい。ああ。 分、ね、かんないですよ、これ。この1ヶ月の間で弟くんの方にも動きがあるかもしれないんですから。いやだ、無理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 です。初回で言っていただいたんですが、すそこら辺の報告の義務もこちらもありますし、はいはい、どんな絵日記を書いてくださるのか。<laughs> もう真っ黒く塗りつぶされちゃごめんなさい。<laughs> ちょっとやみます、弟に、彼女できたら。 Dangerous, dangerous. We like it. Genius, Us